はい、北越高校出身オフィススペシャリスト学科を卒業しました高橋蓮と申します。今はオフィス機器の営業職として社会人生活を送っております。学生の皆さんには今しかできないことを存分に楽しんでいただきたいと思っております。就職活動大変だと思いますが頑張ってください。新津南高校出身でオフィススペシャリスト学科卒業しました佐藤勝則です。社会人になって2ヶ月目になるんですが、今月から営業を回り始めたんですが、まあ大変ですけど相当充実してると思ってます。2年生は就活中だと思いますが、自分も就活決まるの遅かったんですが、その時に山田先生にマイペースでも結果を出すのが一流と言われ、その言葉は今でも覚えてます。なので自分のやりたいことを自分のペースでもいいので探してみてください。残りの学生生活も楽しんでください。